舞茸は、丹子金門、トンビ舞茸科のキノコ。食用として、馴染み深いキノコである。中国語名は、ハイジュハナ、マイなどと呼ばれている。和名舞茸の語源は、主に二つの説があり、野生の舞茸を山で発見すると舞い踊りたくなるほど、嬉しい気持ちになることから来ているという説と、傘の部分が、ひらひらとしている様子が舞っているように見えるからだという。 説が言い伝えられている。マイタケは、世界中の暖音帯から、温帯北部にかけて分布し、ナラ類、カシ類、シー類といった部中樹木の大木の根株で芯材に、寄生して、白色普及を引き起こす、木材普及菌である。白色普及を起こした、宿主芯材には、オレンジ色の幅1から2ミリメートル幅の縞模様が、生じる。古実体は塊を形成し成長する。 しばしば直径50センチメートル以上、重さ10キログラム以上にも達する巨大なものも見られる。日本列島では秋頃に、宿主樹木の根元に毎年ではないものの、幾年にもわたって繰り返し発生する。小実体の形状は太い柄から何回にもわたって分子し、その先端にヘラ状の小型の傘を群生する、マイタケ型と呼ばれるタイプである。傘の裏には、 白色の細かい観光が群生し、その内面にヒアミロイド型の胞子をつける。ソイの塩焼き、マイタケと木にユズを添えて、原産地は温帯の各地とされる。今日の日本では非常に馴染み深い食用キノコの一つとなっているが、人工栽培が盛んになる前は、南関東の商用樹林地帯以南では、食習慣は一般的ではなかった。 落葉紅葉樹林帯では古くから貴重な食用菌であり、古実体発生時の希少性と食味の良さのみならず、一旦得られた時の収穫量の多さ、発生目さえ把握していれば、時を置いて何年にもわたって確実に収穫できる性質が相まってこのキノコの価値を高めた。周期的に古実体が発生する水ならなどの大木は採集者によって秘密にされ、 家族にもその場所を明かさなかったと言われる。そのため北国の三山のキノコのイメージが強いが、団地においてしかも、都会の公園のシーの大木にも発生することが知られている。今若物語集にキノコを食べて舞い踊った女性たちから、そのキノコを舞茸と呼んだとの記事が見られるが、これは今日言われるところの舞茸ではなく、 風船竹科の大洗い竹や白シビンを成分に持つ、沖縄竹科の洗い竹などの幻覚性キノコであろうと考えられている。今昔物語集においても、今日の舞竹ではそういうことは起こらないと記しており、物語中の舞竹と当時の今日の舞竹が混同されている。岩手県の市地方では、山の神の祭事の檻に収穫しその際に三度舞を舞って取るという習わしがあった。 味や香りが良く、加熱しても歯切れも良く、炒め物、鍋料理、天ぷら、煮物などによく利用される。秋田県の郷土料理、霧たんぽ鍋には欠かさないキノコでもある。食材としての旬は9から11月で、一般に流通しているものでは、傘が茶色で肉厚、茎の部分はくっきり白いものが、市場価値の高い良品とされる。 傘が密着していて、触ると折れそうなものが新鮮である。マイタケの禁煙種で、普通のマイタケより、色が白く、アクが少なくて、煮汁が黒ずむことがない、白マイタケも市場に流通している。マイタケプロテアーゼというタンパク質分解酵素を含むので、茶碗蒸しに生のまま用いると固まらなくなる。したがって、茶碗蒸しに入れる場合は、この酵素を熱で失活させるため、 数分間加熱してから用いると良い。逆にこの性質を利用し、細かく刻んだ生のマイタケを肉にまぶしてから調理することで、硬い肉も柔らかくなり、旨味が増す。マイタケの天ぷら煮物、吸い物や卵とじなどには、料理そのものの色に影響を与えることから、料理店では慎重に取り扱いが行われる。また、 少量のマイタケをごく少量の塩をまぶして炙り、厚缶の日本酒に入れて、マイタケのエキスを引き出して飲む、マイタケ酒なるものもある。栄養学的には、ビタミン類やミネラル、食物繊維に富み、特にアエン、ナヤシン、ビタミン B1 ビタミン D を多く含む。食物繊維を構成する多糖類 β グルカン、マイタケ D フラクションの一部は、 腸内細菌を活性化し、体の免疫力を高めるなど、様々な効果があるとする研究もなされている。このため、マイタケから抽出したエキスを元にした健康食品やサプリメントも多数販売されている。一部に、ストレス鎮静作用や認知症に効果があるなどの話があるが、人間での科学的なデータは、不足している。マイタケの株を食べやすい大きさにほぐしてから、 保存袋に入れて冷蔵すれば、解凍することなくそのまま加熱調理に利用できる。長期保存するには、ザルなどに並べて天日干しして乾燥させると常温で保存ができるようになり、干すことによって香りも大きくなる。国立健康栄養研究所によれば、血糖値に影響を与える作用があるとの報告と、低血圧のリスクがある人、あるいは高圧薬の服用をしている場合は、 注意が必要としている。キノコアレルギーによりアナフィラキシーショックを起こす場合がある。加熱は必須で生殖により食中毒を起こす場合がある。2009年にはメモリアルスローンケタリングガンセンターが行ったイツ2アイリン症試験でマイタケが乳ガン患者の免疫系を刺激する可能性が示された。人のガン患者での小規模実験ではマイタケが NK 細胞のような免疫系の細胞を刺激することが示されている。インビトロの研究でもマイタケが免疫系の細胞を刺激することが示されている。インビボ実験ではマイタケが自然免疫系及び適応免疫系の両方を刺激できることを示した。インビトロ研究ではマイタケは主治のがん細胞株並びに 癌細胞の様々なタイプの増殖を阻害するアポトーシスを誘導できることが示されている。人癌患者での小規模研究はマイタケ D フラクションとしても知られているマイタケの成分が抗がん活性を有することを明らかにした。インビトロ研究ではキノコが潜在的な抗転移特性を示している。マイタケが血糖効果作用を有し、 糖尿病管理のために有益であり得ることを研究は示している。マイタケが血糖値を低下させる理由は、キノコが自然にアルファグルコシダーゼ阻害剤の成分が含まれているためである。マイタケには抗酸化物質が含まれ、シクロウキシゲナーゼを部分的に抗素阻害し得る成分が含まれている。実験ではマイタケ抽出物が 血管内非増植因子の阻害を介して血管申請を阻害することが示された。リス N はマイタケで見つかった得意なプロテアーゼである。リス N はそのタンパク質の切断特異性のためにプロテオミクス実験に使用される。現在市場に出回っているものはほとんどが人工栽培のもので野生のものはごく少量である。1970年代に 人工栽培に成功してからは、市場に広く出回るようになったが、野生の天然物は、その希少性から、幻のキノコと言われ、松茸と同等かそれ以上に珍重されている。椎茸やエノキ茸などと比較し、舞茸は外菌に対する抵抗性が低く、原木に直接資金を摂取しても菌が蔓延せず、人工栽培は容易ではなかった。しかし、 1970年代半ば頃に小実体を形成しやすい系統の選抜と原木殺菌後の育成方法の研究が日本各地で行われた結果人工栽培方法が確立された最初に栽培が行われた頃は原木栽培で生産されたが1990年代頃から金床栽培方法が普及し安価な金床栽培によるものが広く流通している 菌視体の成長温度は5摂氏35度、最適温度範囲は25摂氏30度。古実体の発生温度は18摂氏22度、生育適温は15摂氏20度。菌視は pH4.4 から4.9で良好な成長を示す。おがくずの流形、育成及び発生段階の二酸化炭素濃度、湿度、光量、光の波長は、 発生量と品質に影響する重要な要素である。マイタケは他の栽培キノコと異なり、培養温度と元気形成温度帯が重なっているため、菌床ごとの成長度合いは不均一になる。酸素要求性が高く、二酸化炭素濃度の上昇を避ける必要があり、特に元気形成以降は二酸化炭素濃度が 2000ppm 以上になると終了。 形状に著しく影響する。2010年に日本では43,446トン、326億円が生産された。原木は落葉紅葉樹で、主に水なら、小ならのほか赤しで、板や貝で、山桜が利用される。椎茸の原木栽培方法とは異なり、原木を10から30センチメートルに切断し、 ポリ袋などに入れ加熱殺菌した後、冷却し死菌を摂取する方法が用いられる。暗く湿度を高くした育成室で十分に育成し、菌が蔓延した木を直射日光を避け、水はけの良い林間や日よけをした畑に埋め込む。埋め込みは発生させようとする1ヶ月前までに行うのが良いとされ、天然の周期に合わせ小実体を発生しつゆきや秋に、 収穫を行う。埋め込みを行い、1万1外菌感染をしてしまった場合は、直ちに該当する穂だけを取り除き、小石灰を巻く。一方、地中への埋め込みをせず、空調管理された室内で発生させる方法もある。袋栽培、瓶栽培を農々に適した品種がある。紅葉樹のおがくずを原料とするが、 菌糸身長阻害物質を除去するため、下水体積を施してから使用する場合もある。椎茸肺ホダギのオガコ、コーンコブミール、ビールのボりカスなど、食品副産物も利用する。栄養源は、コーンブラン、ふすま、乾燥オから、ジュースボりカス、ハト麦などが配合される。栽培は滅菌及び空調管理された、クリーンルームで行われる。 育成環境に関する多くの項目は、使用原料、生育者、禁酒により異なり特許や実用信案が成立している。一般に市場に多く出回っている、金賞栽培品は天然最終品と比べると、歯切れや風味に乏しいが、原木栽培品の食味は天然最終品に匹敵する。金賞栽培でも、 金子の蔓延した金賞を森林土壌に埋設して栽培するとかなりの品質の向上が認められるが天然採集品と同時期の実の個実体発生となり温度管理等による周年の計画的出荷が不可能になるため生産方法としては一般的ではない。しかしこうした高品質栽培品を観光客に採集させる季節的イベント開催によって 高収益を目指すキノコ栽培業者もある。白舞茸舞茸と同族の菌に、日本固有種で舞茸より発生時期が10日ほど早く、色が白たは、紅白色の白舞茸グリフォラアルビカンスイマズが知られている。肉質が舞茸よりも脆く、歯切れは良くない。またかつては、同じグリフォラ属とされていたが、今日は別属に分類されている菌に、次の2種が知られている。 また、これらと禁煙ではないが、トンビマイタケによく似た、小実体を形成する菌に、ミヤマトンビマイタケかバンダルザウヤッチに属し、紅葉樹の材につく、大ミヤマトンビマイタケバンダルズーアバークリーボンドイシング、と新葉樹の材につく、ミヤマトンビマイタケバンダルズーア、モンタナシング、がある。これらは成熟して、硬くなる前の要菌の時期に食用になる。ありがとうございます。